こんにちは、つれづれママです。いつもありがとうございます。このチャンネルでは私が読んだ本を元にしながら人生のこと、命のこと、はたまた宇宙や自然のことなど、いろいろお話してみたいと思います。毎日の生活にちょっと疲れた時、自分が今何をすべきか悩んだ時、あなたの生きるヒントになれば嬉しいです。それでは最後までお付き合いください。 以前気について話をさせていただきましたその後ろ賢治さんが書かれた「気によって解き明かされる心と身体の神秘」という本を今日はご紹介します地球そして宇宙は95%が未知の世界だと言われています私たちは分かっている5%の世界で物を見考えそこから抜け出すことができないでいます しかし気というエネルギーは常識では不可能と思われることを瞬時に可能にしてしまいます今日はそんな話です科学による新発見が未知の世界を解明する答えだというのが現代の世の中の常識となっていますしかしこのような知識偏重主義に陥るため気のような潜在能力の事例を 人々は疑ってかかりますすなわち部分分析に偏り全体を意識しない今の科学の在り方は人間力の低下につながりかねません気というエネルギーによって人間の素晴らしさ凄さを身体を通して知ることができます身体を通して得た情報は知識で得た情報と比べ桁が違いますそれは 自らに必ず変化を起こしますすなわちそれが気づきですまず事実を最優先することが大切です知識は頭にインプットされますが事実は身体を通して一つは頭脳にもう一つは身体能にインプットされますここでいう身体能とは後ろさんにより作られた言葉です 自転車に乗れたら一生乗れるといった記憶を司る脳のことを言います。人間には60兆個の細胞に人間が人間として本来どうあるべきか、この地球上でどう生きていくべきかが刻み込まれているはずです。気はその刻み込まれたメッセージを読み解き、エネルギーにしてくれる本質的なものなんです。 人は自分が持つ器の大きさの分しか能力を発揮することができません。器の小ささは対立を生みます。器を小さくしている要因の一つが現在主流となっている知識偏重主義であり人間としての横着さや無関心です。これらは特に文明が生み出したものと言えるでしょう。これに対して人は まさに人間の内面の葛藤において善に向かわせるエネルギーです。すなわちそれは調和、愛、利他の行動を表しているんです。人間にとって思考の基本となる教育、身体の基本となる体育、人間の在り方としての道徳、これらは人間の成長にとって重要な要素となっています。しかし、 それららのの内容は時ににに人間に備わっていいる本来の能力を引き出すす。至らない場合があります特に今の教育が詰め込み型知識偏重であったりスポーツでは西洋型の筋トレによる強化や勝敗主義を主体としていたりこれらは潜在能力を引き出すのではなく逆に閉じ込めている要因となっているんです。 それらの課題の根源にあるものは生命体として本来一つとして捉えられるべき人間を部分を統合したものとして捉えていることにありますこの一つとして捉えた生命体を統一体部分を統合したものを部分体と呼んでいます人間はロボットではありませんロボットなら 部分に誤りがあれば、その部分だけ修理していく作業で済みますが、人間は生まれた瞬間からすでに完成した形で生まれてくるんです。言い換えれば、人間は最初から生命体として、すなわち統一体として存在しているんです。しかし残念なことに、そのことを今の私たちは忘れてしまっています。本来持っている潜在能力を 閉じ込めててしまっているんです気により潜在能力を引き出し常識ではありえない身体の変化発展を体験することで自らの気づきへとつながることができるんですここで先ほどから出てきている統一体と部分体についてもう少しご説明しておきましょう統一体は人間が本来あるべき姿です 開かれた思考をします。また、心は調和、融合として統一体につながっていきます。地球上の生命体として、すべての共存、共栄に向かう調和する身体です。それに対するものが部分体です。これは閉じている思考をし、心は対立、衝突として部分体につながっていきます。気は 統一体の身体に自然に宿るもので、あらゆる生命体はその気によって繋がっています。地球から生まれた地球の創造物である私たちが地球から受け取るエネルギーこそが本来の強さなんです。部分体の身体動作は2つ以上のことを同時にすることができません。何かしようとすると意識がそこ一点に行き、 そこに居つく結果、意識がいっていないところは何もしない時よりも弱くなります。しかし、身体に気が流れると統一体になるので身体は強くなりとんでもない力を発揮します。赤ちゃんや子供の身体は人間の本来あるべき姿を教えてくれます。彼らには大人よりもはるかに強いエネルギーがあります。 子供が持つ調和力、子供の無邪気さゆえに、地球のエネルギーを身体を通して無意識に使うことができるんです。大人はそういうわけにはいきません。なぜかというと、何かをするときに何かをやろうという意識が働くからです。これが力の対立や衝突を生み、身体を部分体化させ弱くしてしまうんです。 健全な人の細胞は、ただ健全であるだけでなく、進化するということが分かっています。例えば、うん、目で見るから、見るへの次元への進化です。宮本武蔵の五輪書に、剣の目弱く、勘の目強しという教えがあります。目というレンズを通して見るのが、剣の目。見えるものを見る目です。勘の目は、 見えないものを見る心眼とも言える目。武術で相手が動く前のことの起こりを抑えるなどの次元の高い技術はこの勘の目があってこそできるものです。それは相手より先に動き相手に入る線を取るという武術にとって絶対と言える技につながります。私たちは本来、 生まれながらに持つ能力を発揮するためのベースである統一体という形で生まれてきました。この統一体としての細胞の進化は常識では考えられないようなことを可能にします。例えば、市内で身体を叩かれたら普通なら痛いはずですが、細胞が進化すると叩かれても痛さを感じなくなります。 こうした目に見えない力を持つのが統一体です。脳科学の進歩によって祈りと脳との関係が発見されています。良い祈りはその人を救い、悪い祈りはその人の体に悪い影響を与えるというのです。例えば、スポーツで勝ちたい、上手くなりたいと願うとします。これは、 ポジティブな祈りとして脳内のベータエンドルフィンが分泌されます。これは快感物質であると同時に脳を活性化させ体の免疫力を高めるものです。そして様々な病気を予防します。しかし、ライバルを蹴落として叩きのめしたいと攻撃的な面に力点が置かれると悪い祈りとしてアドレナリンや ノルアドレナリンが分泌されますこのノルアドレナリンは怒りのホルモンとも呼ばれ脳内に出っ放しになると脳にとっても体にとっても非常に害があるものになりますまた嫌いな人の不幸を願うなどネガティブな祈りをすると脳内でストレス物質が分泌されますそれが過剰になると 記憶を司る海馬が萎縮します。海馬の萎縮は認知症にもつながると言われています。また未来に対するビジョンも乏しくなるそうです。もともと人間は生きるということが海馬にインプットされていて、苦しい境遇の中でもやらねばならんと活を入れることでエンドルピンが出て細胞が活性化し、 それが生きる活力となります。反対に諦めると海馬の働きが弱まり生きる力が弱くなるんです未来を見つめて将来の行動について展望する力のある海馬を萎縮させないような生き方が望ましいんですところで現代の知識偏重教育は本来統一体であった私たち人間を だだんだん部分体にしてしててままっています小学校から始まる部分体的な思考に基づく教育のあり方は伸びるはずの人間力をストップさせその結果自分の中にしっかりした芯を築けず将来自分探しに迷ってしまいます今の教育は宇宙の95%の未知の世界に対して自分の知っていること すなわち自分の知識の範囲でしか考えようとしません。また判断しようとしない人間を作っています。なぜそのような状況に陥っているのでしょうかそれは戦後、先進国に追いつけ追い越せの教育、つまり暗記中心の教育によるものです。このような教育が続けられてきたために、 今の日本は創造性にかけ真の人間力にかけ肩書きや地位や名誉という目に見えるものを過信する傾向にあります特にそれが偏差値の高い人に多く見られるようですこのような知識偏重スポーツなどに見られる筋力主体のあり方に疑問を持っている人も少なからずいるはずですしかし 組織の中にいると、利害やしがらみがあり、従わざるを得ない状況にあるのが現実です。そこにどう向き合っていくかが、個々の人間力が問われるところでしょう。そこでは、変えていこうではなく、まず自分が変わるという自分革命が必要です。それにはまず、自分が知らない、わからないことに対して謙虚になり、 物事の本質に目を向け、真実に向き合う勉強をすることです。そうすることが、自分が変われば周りが変わるという自分革命につながるんです。この自分革命の目的は、幸せになるということです。そして同時に、周りも幸せにするということです。人間には、 意識できない無意識という時間帯が存在します危ないと思って車のブレーキを踏むとき実は身体は先に無意識に何かが働き次に無意識の行動としてブレーキを踏みますこれが0.2秒後なんだそうですそしてブレーキを踏んでいることが自覚できるのは0.5秒後つまり 頭で危険だと認識するのが秒後とということになります頭が危険だと認識してからの行動では遅いということです。このことは人によって時間が異なるということも案に教えています。人間におけるスピードはその起こりが0.2秒前の世界なのか0.5秒後の世界なのかで違ってくるんです。それは 物事を身体で気づくのか、頭で気づくのかの差だと言えます。うん、例えば、電車におばあさんが乗ってきて、席を譲ろうかなと思うのは意識であり、0.5秒後の世界です。しかし、気づいた時には席を譲っていた。これは0.2秒の世界。無意識には頭で考えるという意識が介入しないので、 強くエネルギーが出ます。ところが、咳を譲ろうか迷っている時は、意識の世界に留まっているので、エネルギーが出にくいんです。部分体スポーツや知識変調教育は、この0.5秒後になる世界なので、身体の呼吸は止まり、集中力にかけるんです。 昔は日本にも樹齢2000年というヒノキがたくさんあったそうですが、今は最高でも600年、それ以上は腐ってしまうんだそうです。それは土が痩せてきているせいもありますが、そこに生きる人間の力が衰えてきているからなんだそうです。人間力が衰えると、私たちが住んでいる土地も衰えていきます。魚も 取りすぎれば絶滅し、森を破壊すればそこに動物が住めなくなり、里山に降りてきます。そしてそこで動物と人間の対立が起こるんです。ということは、すべての土台にある私たち人間が力を取り戻さないと、将来予測のつかない大変なことが起こるかもしれません。この地球で起こる現象は、 私たち一人一人の内面に委ねられています。人は本来善人であるのですが、内面にある心の選択によって善人にも悪人にもなります。だからこそ曖昧な心を調節、抑制することが大切です。それはすなわち意識を善の方向に向けるということです。本来教育は、 自分をより高い山に向かわせるものです。山の高さとは浅く広くの土台の広がりではなく威厳のあるもの。それは目に見えない存在感であり、オーラです。海には深さがあります。このように山の高さと海の深さを目指す人間性に知識を乗せていくからこそ知識の意味や意義があり、 それを善として生かすことができるんです。教育とは山の高さとしての威厳や海の深さという愛情に基づくものです。まさにそこに尽きるのではないでしょうか。私たちの脳には普段無意識にリミッターがかかっていて100%の力が出ないようになっていると言われています。しかし逆境に合うとそのリミッターが外れ、 力を出せるようになるそうです。統一体とその心は人間力の飛躍的な向上につながり、人間力が高まれば95%の未知の世界が活性化され、今の多くの課題に対して明確な答えを導き出してくれるでしょう。今必要なことは私の生き方から互いに助け合う利他の行動としての 公の生き方へ転換すること潜在意識にあるメッセージを起点として実践する身体こそが統一体今こそ一人一人がその人間力を高めこの国を変化へ導き世界の平和へとつないでいく時なのではないでしょうかいかがでしたか気というものは誰もが潜在的に持っているもの しかし、知識変調の暗記重視の教育により、いつしか私たちはそんなに素晴らしいものを見失ってしまいました。もう一度私たちは地球に生かされているのだということを自覚し、他の動植物、鉱物など、ありとあらゆるものとの共存について真剣に考えることが大切なのではないでしょうか。そして、頭で考えるのではなく、 身体で考える癖をつけていきたいと思います。まず自分の体に効くこと。そこから始めて潜在能力の活性化に努めてみませんかこの話に共感していただけましたらいいねをしてくださいね。温かいコメントもお待ちしています。チャンネル登録もよろしくお願いします。それでは次回お楽しみに。 最後までご視聴ありがとうございました。